ヤン・アクセル・ブロンベルクは、ノルー・エイ・ヘイド・マルク・ケント・リゼル出身の、ブラックメタル・ミュージシャン、ヘルハマーのステージネームで著名。ヘルハマーのステージネームは、スイスのエクストリーム・メタル・バンド、ヘルハマーに由来する。身長167センチメートル。主に、ブラックメタルを中心に非常に多数のバンドに参加し、活動している。特に1988年から正式メンバーと、 なっているメーヘムのドラマーとして著名。また、1990年には、アークチュラスを、スタイナル・スバード4戦と共に結成した。アークチュラスは2007年に解散を発表するが、2011年に再結成し活動している。ドラマーとしての才能は結出しており、ノルウェーのミュージシャンに贈られる賞、スペルマンプリゼンを3度受賞している。子供の頃、ブロンベルクは、 サッカーとレスリングに興味があった。当初はドラムスにも大した興味はなかったが、音楽に興味を持つようになるにつれ、徐々にドラムスに興味を持つようになった。彼の祖父母が最初3回ドラムセットを送った。彼は音楽を聴きながらそれらのドラムセットを演奏し学んだ。そして、アイアンメーデンやスレイヤーのようなヘビメタルバンド、またヘビメタルだけではなく、デペッシュモードや、 デュラン・デュランのようなバンドでも活動するようになる。そして、ベノムや、セルティック・フロスト、そしてジャズを見つけ出した。これは、昔のドラムの先生からの影響があった。彼は、4ピースジャスキットであった、最初のドラムセットで勉強した。メーヘム加入前、ブロンベルクは、様々な地元のバンドで活動していた。それらのバンドの中に、プログレッシブメタルバンド、 トライトナスがある。このトライトナスでカール・オーガスとタイトマンと出会っている。タイトマンは後にアークチュラスやウィンズで共に活動するようになる。アークチュラスいくつかのライブをこなしてメーヘムに加入した。この時メーヘムはドラマーのマンハイムが脱退しドラマーを必要としていた。メーヘムに加入してからブロンベルクはヘルハマーというステージネームを使うようになった。 メーヘムでの最初のレコーディングは、1989年のコンピレーションアルバムの2曲、カーネージとザ・フリージング・ムーンである。メーヘムとの最初の主なレコーディングは、1990年のライブを収録したライブアルバム、ライブ・イン・ライプツヒである。それから、ボーカリストのデッドの自殺とネクロブッチャーの脱退など、メーヘムは様々なトラブルを抱える。 ヘルハマーとユーロニモス以外のメンバーが定まらなかったが、1992年秋からアッティラ・シハーとバルグ・ビーケネスをセッションメンバーとしてメイヘムのファーストアルバムのレコーディングを行うが、1993年8月にユーロニモスがバルグに視察され、メイヘムは解散してしまう。それらの間の1990年にアークチュラスを結成。 このアークチュラスは1987年に結成されたモーテムが元となっている。ただし、モーテムがそのままアークチュラスとなったわけではない。アークチュラスは1991年に EP マイエンジェルをリリースしデビューした。その後ミニアルバムコンステレーションもリリースしている。1994年に解散していたメイヘムをネクロブッチャーと共に再結成。一時、 解散説も流れるなど不安定な時期もあったが現在でも活動を続けている。さらに1995年にはイモータルのライブセッションとしてツアーに参加。さらにイモータル最初の PV グリムフロストビットンキングダムズにも出演している。またこの間に短期間エンペラーに短期間に参加した。さらに同年にはアークチュラスのファーストアルバム アスペラヒームズシンコーニアのレコーディング、リリースもを行っている。1997年にはコブナントに加入、セカンドアルバムネクサスポラリスから参加した。コブナントは1999年にザ・コブナントに名前を変更、音楽性をメロディックブラックメタルからインダストリアルメタルに転換したが、継続して参加し、アナマドラーニック SETI に参加した。 2003年に脱退した。また、同じく1997年には、アークチュラスのセカンドアルバム、ラマスカレード・インフェルナレイがリリースされた。ブロンベルクは1998年、1999年には、2度ノルウェーのグラミー賞2度受賞している。これは、双方ともザ・コブナントに対して贈られたものである。彼らは、この2年のベストハードロックアルバムの賞を受賞した。 それらに加えてセッションにゲストとして参加した。1998年にザ・コブナントで同僚の長州が中心のバンドトロルに加入。2003年まで在籍した。2000年にはプログレッシブメタルバンドウィンズを結成しミニアルバムオブエンティティマインドをレコーディング。翌年にリリースしている。同年にウィンズはデビューアルバム オブエンティティマインドをリリースしている。2001年、インダストリアルブラックメタルバンド、メザーシミットを、メーヘムで同僚のブラスフェマーと共に結成している。また、ノルウェーのヘビメタルシンガー、ヨルンランでのソロプロジェクト、ヨルンに参加。シャイニングにも加入し、2枚のアルバムに参加した。2004年、アバンギャルドメタルバンド、エイジオブサイレンスを結成。 一枚のアルバムに参加している。また、アンタスツアーにも加入、翌年まで在籍し、一枚の EP とアルバムに参加した。2005年、メタル、A ヘッドバンガーズジャーニーで、他のメイヘムのメンバーと共にミニインタビューに応じている。また同年から、ニコラス・バーカー脱退後、ドラマーの定まらないディム・ボルギルにセッションで参加。一枚のアルバムと数枚のシングルに参加した。 2007年には、ユマールにも参加。1枚の EP をリリースしている。ブロンベルクも、このように様々なバンドで活動していたが、その他のメンバーも別バンドでの活動が忙しいため、2007年春に、アークチュラスが解散する。2009年には、アイズ・オブ・ノック・トムのアルバム、インク・エプトゥームに参加し、アルバム中の6曲でドラムを演奏している。また、 キーボーディストのアンディ・ウィンターのアルバムにもゲストで参加している。2011年にはギリシャのブラックメタルバンドロード・イン・パラーのアルバムアドマイアー・ザ・コスモス・ブラックに参加した。また、同年にはアークチュラスが復活している。また、これらのバンド以外にもアルバムなどの音源に参加していなくてもセッションなどで参加したバンドが存在している。 コブナントアイズオブノックトムフラーティロードインパラー、ウルベル、ありがとうございます。